週刊文春の記者もうなんか匿名というか、まあ検察官と同じですけど、そうでで、す。しかもその特捜部の検事って割と週刊誌ネタを使ってるっていうことなんですよね。結構使ってるんですよ。僕はだから逆に週刊誌の編集長に聞きましたもん。いや、僕らがの雑誌で扱ったこのネタを検察官が聞きに来たと。これちょっと事件にしていいかって聞きに来たって言うんですよね。だから、何が彼らをそうやって突き動かしてるのかっていうのは、すごく不思議ですよね。まあ、どうなんでしょうね。やっぱり、検察官って、庶民との接点ないから、どっかで、国民に、やっぱ支えてもらうために、定期的に、自分たちが、なんか、巨悪と戦ってますっていう、これをこう定期的に、選挙の代わりに、定期的に、それでこう、やっぱり、こう、正当性っていうか、お墨付きを5年に1回か10年に1回更新していくっていう。まあ、組織としてはそういうのがあるのかなっていうことは思うけど、でも、それでもやっぱり特捜事件とかって、私よりね、私あんまり特捜事件やったことないから、堀江さんの方が当事者で知ってると思うけど、すごいですね。すごい、やっぱり、特捜検事とかも顔がない感じありますよね。みんなこう、情報は分断されていて、で、